どうも、石川です。はい、これより登録販売者知見対策講座の第5章の3回目始めていきます。こちらの講座では、厚生労働省からなされている知見作成のための手引きを、使用してまいりますので、まだダウンロードされてない方は、下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。328ページ。317行目、括弧3番目、安全性情報など、その他の情報というところを見ていきます。はい、ここはどういうことを言ってるのかというとですね、お薬によって何か副作用が起きたとき、ね、そういった情報などをですね、医薬関係者向けにですね、いろんな情報を出していくんですけど、その中で、特にですね、重要な情報というのがですね、全部で3つありますので、その3つについてですね、詳しく見ていきたいなと思います。はい、では、引き続きですね、一番最後の行、318行目見てもらいますと、ね、この規定により医薬品の製造販売業者等は、医薬品の有効性及び安全性次のページに行きますね、に関する、事項、その他、医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集し検討するとともに、薬局開設者などの、ね、医薬関係者に対して提供するよう、努めなければならないよってなってます。はい、なので、製造販売業者はですね、そういったお薬の情報を集めて、ね、お薬を販売している医薬関係者に対して提供するよう努めてくださいねということを言ってます。そうなんだなと。ね、なので、そのようにですね、努めなければならないと言ってますので、そういった情報に関する内容がどういったものがあるのかというのをですね、次のところから見ていきます。はい、では、326行目ですね。緊急安全性情報というのがあります。はい、これなんですけど、ちょっと文章読んでいきますよ。医薬品医療機器、または再生医療等製品について、緊急かつ重大な注意喚起や使用制限にかかる対策が必要な状況である場合に、厚生労働省からの命令指示、製造販売業者の自主決定に基づいて作成されていきます。はい、これ何なのかというと、まずチェックしておいていただきたいのは、326行目のところですね。医薬品医療機器または再生医療等製品について、緊急かつ重大な注意喚起ということですね。緊急かつ重大な注意喚起というところをね、しっかりとチェック入れておいてあげてください。ね。なので、緊急安全性情報なので、何か緊急な事態が起きた時です。ね。この情報を早くみんなにお知らせしなくちゃいけないってなった時に、ね、この緊急安全性情報というのが出されます。ね。これはですね、過去にね、例えばですね、インフルエンザの治療薬である、タミフルっていうやつですね。で、この緊急安全性情報っていうのが出されたことがありました。ね、そのタミフルはですね、例えば異常行動、を起こしてしまって、2階から飛び降りてしまったりとかっていうね、ことがあったんですけど、そういった情報をね、早く、そのタミフルを使っている、ね、医薬関係者向けに対して情報を出さなくちゃいけないというところで、このね、緊急安全性情報というのがタミフルについて出されました。で、これに関しては厚生労働省からの命令指示に基づいて製薬メーカーが、作成している、ね、資料となります、ね。あとは製薬メーカー、製薬製造販売業者の、ね、自主決定に基づいて、ね、命令がなくても自分でね、これ出さなくちゃというような形で、情報を出していく場合もあります。で、これはですね、例えば、行政当局による報道発表だったりとか、あとは、医薬品医療機器情報配信サービスによる配信だったりとか、あとは、製造販売業者が直接、薬局に向けて配布したりとか、あとはダイレクトメール、ファックス、電子メール、そういったものの情報提供によって、1ヶ月以内に、ね、情報伝達されるものになります。はい、なので、1ヶ月以内ですね、情報伝達されていきます。ね、よろしいでしょうか。1ヶ月以内ですね。1ヶ月以内というところですね。こう、よろしいですかね。はい。ね、1ヶ月以内に情報伝達されていきます。そして、ね、この緊急安全性情報、A4 サイズの、黄色字の印刷物です。黄色字の印刷物ですね。そして、イエローレターとも言います。
イエローレターですね。イエローレターとも読んでいきます。はい。なので、この緊急安全性情報ね、緊急なことが起きた場合は、ね、1ヶ月以内 A4 サイズ黄色の印刷物でイエローレターと呼ばれるものをですね、出していきます。はい。で、これがね、製造販売業者が、作成していく資料となります。はい。それから今度は安全性速報です。安全性速報、337行目見ていただきますと、医薬品医療機器または再生用途製品について、一般的な使用上の注意の改定情報よりも、迅速な注意喚起や適正使用のための対応の、注意喚起が必要な状況にある場合に、厚生労働省からの命令指示、製造販売業者の自主決定に基づいて、作成されていきます。はい、なので、この安全性速報っていうのは、ね、迅速な注意喚起や適正使用のためって書いてあるように、迅速な注意喚起が必要な時に、ね、この安全性速報というのが出されてきます。ここチェックですよ。迅速な、ね注意喚起というところですね。はい。そして、ね、厚生労働省からの命令指示に基づいて、ね、あとは製造販売業者の自主決定に基づいて製造を作成されていきます。なので、この緊急安全性情報と、それから今やっている安全性速報に関しては、この二つ、ね、どこが作成しているのかというと、簡単に言ったら、ね、お薬を作っているメーカーさん、自分のところの、ね、お薬のメーカーさんが、このね、緊急安全性情報と安全性速報というのを、作成していきます。ここ大事なポイントなので、しっかりと、ね注意しておいてください。はい、そして、この安全性速報もですね、また、いろいろ見ていきますと、340行目ですね。配信サービスによる配信だったりとか、直接配布、ね、それから、ダイレクトメール、ファクシミリ、ね、電子メール等による情報提供を1ヶ月以内となってます。またね、1ヶ月以内なんですよ。同じです、ここはですね。そして、同じ、サイズも同じです。A4 サイズです。ただ、印刷物の色が違います。何かというと、青色字になってますよね。青色字の印刷物です。そして、ブルーレターとも呼ばれています。はい、ここよろしいでしょうかね。なので、注意しなくちゃいけないのがね、ここ黄色字なのか青色字なのかというところですね。そしてイエローレターなのかブルーレターなのかというところで、緊急安全性情報なのかね、それから安全性速報なのかっていうのが変わってきますので、こういったところ十分注意しておいてほしいなと思います。はい、よろしいですかね。はい、それからですね、今度は344行目、医薬品医療機器等安全性情報というのを見ていきます。はい、まずはですね、ここでは厚生労働省においては、医薬品、医療機器等による、重要な、副作用、不具合等に関する情報を取りまとめ、医薬品、医療機器等安全性情報として広く医薬関係者向けに情報提供を行っています。はい、これなんですけど、医薬品、医療機器等安全性情報、まずこれを作っている、この情報を作っているのはどこなのかって言ったら、ね、これは、厚生労働省です。ね。なので、厚生省。ちょっとまとめさせていきますね。厚生労働省。ね。厚生労働省。厚労省。厚労省なのかな？ごめんなさいね。厚労省にしておきますね。すいません。よいしょ。ね。厚生労働省、厚労省がですね、この医薬品医療機器等安全性情報を作成しています。ね。なので先ほどは緊急安全性情報安全性速報はね、メーカーさんが作っていますね。あくまでも命令を出すのはね、厚生労働省が出していきますけどね、でも、この医薬品医療機器等安全性情報というのはね、厚生労働省が作っているんだなっていうところでは、それぞれね、情報を作っている場所が違いますよね。ここ大事なところなのでしっかりと確認しておいてください。はい、そして、この医薬品、医療機器等安全性情報ってどういったものが書いてあるんですかっていうところでは、347行目。その内容としては、医薬品の安全性に関する、ね解説記事や、ね、あとは使用上の注意の改定内容だったりとか、参考文献、そういったものが、記載されたりもします。
はい。なので、この、ね、安全性情報に関して、例えば、ね、緊急安全性情報は今回出しましたよとか、安全性速報が出ましたよ、みたいな情報もですね、書いてあったりもしますので、そうなんだなっていうのを認めてもらえればと思います。はい。そして、今度は、354行目ですね。330ページの354行目見てください。医薬品医療機器情報提供ホームページというのがあります。はい、このホームページというのはね、医薬品医療機器総合機構というところが、作成しているホームページでして、ね、添付文書の情報だったりね、だから医療用だったりとか、一般用の、ね、添付文書の情報があったりとか、あとは厚生労働省より毎月発行される医薬品医療機器と安全性情報のほか、ね、まあ、以下のような、ね、ことが書いてありますよというところでね、いろいろ書いてあります。で、ここで確認しておいてほしいのは、355行目のところですね。厚生労働省より毎月発行される医薬品医療機器等安全性情報です。なので先ほど厚生労働省が出している医薬品医療機器等安全性情報というのはね、これ毎月発行されていますね、毎月ね、毎月発行ですね。なので簡単に言ったら月刊誌みたいなやつなんですよね。なので、ここもですね、しっかりと確認しておいていただきたいポイントの一つになります。はい。で、そしてですね、これらのホームページ、ね、364行目のところを見てもらいますと、総合機構では医薬品医療機器の安全性に関する特に重要な情報が出されたときには、ホームページに掲載するとともにですね、電子メールによる、ね、配信サービスも行っていますよというところですね、そうなんだなというところを知っておいてほしいなと思います。で、このサービスっていうのは誰でも利用することができます。ね、例えば、このホームページっていうのはね、医薬関係者しか見れませんよ、丸か×かみたいな問題が出てたりするにします。ね、これは誰でも見ることができますので、ぜひ皆様ですね、スマホとかパソコンを使ってですね、この医薬品医療機器情報提供ホームページというのを検索していただいて、一度ですね、あの中、どんなのが書いてあるんだな、かなっていうのを見ておいていただきたいなと思います。はい。それからですね、その後のところはですね、まあ、添付文書の情報の活用とか、ね、活用方法だったりとか、それから331ページに進んでいくと、製品表示情報の活用の仕方だったりとか、その他の活用の仕方とかっていうのがいろいろ書いてたりしますので、このあたりはですね、さらっと一回読んどいていただければと思います。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アートなどにお友達登録していただきますと、いろんな情報などをですね、配信していきたいと思いますので、ぜひ、お友達登録お願いいたします。はい、それではですね、本日の動画はここまでにしたいと思います。本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。